本サイトでは10ケラ30代の男女100人に方言が可愛い女優についてアンケート。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは第4位以下の女優を発表しよう。上白石は鹿児島県出身。上白石は6月放送のノンストップ。富士テレビ系で今後叶えたい夢についてお芝居で全方言制覇と。 答えこれまで様々な方言の役を演じてきたが自身も鹿児島弁なので方言にはとても愛着があると語った。コロナウズに姉の上白石もねと行ったインスタライブでは鹿児島弁が飛び出し、ファンを喜ばせた。普段バラエティ番組などに出ている時は方言が出ないので方言を喋っている姿にギャップを感じて可愛い23歳、女性学生フリーター。雰囲気が、 月、18歳、男性営業販売資格第8位は広瀬鈴と浜辺、南広瀬鈴は静岡県、出身。姉の広瀬アリスが、2018年に、週刊女性、シフト生活者、で受けたインタビュー記事内で、鈴は方言が強いので、よく標準語で、この仕事できるなって感心しちゃいます、と明かしている。今年4月に行われた嵐桜井翔とのダブル主演。 映画ネメシス黄金螺旋舞台挨拶で地元静岡に外旋した広瀬は現場で静岡出身の加藤亮と喋っていると方言が強くなってしまったことを振り返りセリフまでまってきちゃうと笑った方言が出ると素朴な感じがする37歳男性整った顔とのギャップが可愛すぎるから39歳女性主婦浜辺南は石川県出身 しぼ龍之介の主演 NHK 連続テレビ小説、ら漫』ではヒロインを講演、6月29日放送の64話では、ついに二人が夫婦になった。浜辺は2018年放送の、行列のできる法律相談所、日本テレビ系、で、方言を東京出身の友人に小馬鹿にされると明かし、標準語ってそんなに偉いの。特言。 今日のご飯は何なんけ。など、自身の方言を披露していた。自分も石川県に馴染みがあるから聞きやすい25歳女性。愛嬌があって可愛い。イ38歳。男性研究開発資格第7位は朝ドラでネイティブ関西弁披露の戸田、エリカヘタは兵庫県、出身。2019年度後期放送の主演 NHK 連続テレビ小説、スカーレット、では、 滋賀県のしがらきを舞台にヒロインを演じ、ネイティブな関西弁が視聴者にも好評だった。同年公開、大原さくら子との W 主演映画、あの日のオルガンの上映会では、撮影現場で騒ぐ子役たちを、うるさいねん。と関西弁で叱ったエピソードを明かし、笑いを誘った。サバサバしている戸田さんが方言を話すのはギャップがあっていい。17歳。 女性学生フリーター。作っている感じがしないから可愛い27歳女性。いろいろな役をやっていてあまり方言で話しているイメージがなかったから、16歳、女性学生フリーター資格第6位はギャップ萌え橋本館、な橋本は福岡県、出身。4月期には主演ドラマ、王様にほぐ薬指、TBSK、で絶世の美女役を、公演。 8月にはヒロイン役を演じた佐藤光一と横浜流れ星のダブル主演映画、春に散る、の公開も控えている。1月放送の、しゃべくり007、日本テレビ系、では、地元福岡の魅力を伝える2択クイズを携え、福岡県の新たな魅力を知ってもらえるようクイズにしてきたったからい。と博多弁で登場。よかと。 など、橋本が発する方言に、共演者もメロメロだった。可愛い人が喋る博多弁は可愛い24歳女性。ギャップがあって可愛い31歳女性弁護士。顔が可愛いのに方言を話すとさらに燃える24歳男性学生フリーター資格第5位は関西弁が新鮮な北川 稽古北川は兵庫県出身でバラエティでもたびたび関西イベントを披露している。5月放送の松本2中井富士テレビ系では昔からファンだったという上沼恵美子と初共演。関西イベント前回でトークを展開し、マックの中井正宏から怒ったら関西イベントになるの。と聞かれ、なりますね。怒ってる時がなりますね。と笑った。 北川は9月に連続ドラマ W 落日はがスタートする。綺麗な顔立ちからのギャップが可愛い34歳女性。松本中井に出演しているのを見たとき、関西弁が新鮮で可愛らしく感じた31歳男性。魅力的で可愛い。聞いていて飽きない29歳男性。コンピュータ関連以外の技術職。 四角第4位は、博多弁のコ田美桜サ田は福岡県出身。2021年放送の、サンマのまんま書家 SP、富士テレビ系、で、マネージャーなどには、博多弁を結構使っていると告白。2019年放送の山田亮介主演ドラマ、セミ男、テレビ朝日系、で、感情が高ぶると、博多弁になる女性を演じていたが、同年の、フラッシュ。 公文社で、地元の言葉なので馴染みがあり、安心しますね。私も怒ると出ます、と語った。今度は7月期に、スノーマンメグロハス主演ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK で、主人公たちのライバルとなるクールな社長霊場を演じる。福岡弁の早口言葉が可愛かった23歳、女性公務員。可愛いのに気の強そうな方言を話すところが良い。 30歳、女性金融関係。両親が九州地方出身で馴染みがあるので親近感が湧くから33歳、男性コンピュータ関連技術職。